ちらが上になります。ここも、お、大丈夫、気をつけください。はい、はい、滑る、滑った。岩場には足掛けないようにお願いします。はい、ここ何か あるんですか。ここがあった場所です。あ、ここもそうですか。はい、あ、すごいな、見れない。ここが抜けたような形になった場所とかもあります。あ、本当だ、これは危険だ。この上の方にお願いします。右側にも落ちた上になります。あ、何か落ちてる、垂らしてた。あ、すげえ、うわ、すごっ、垂らし最高にいいな、これやば。うん、あれ、あの海岸は、はい、上陸したと海岸あの音は実は砂浜ありますよね。昔はその砂浜も海の砂だったんで、すげえ、で隆起現象で、あの地面が高くなって、大阪もうなかったです。あそこの砂浜全体なかったです。あ、はいはい、で、あの緑が見えてるのが本当に島だったと思う。なるほど。うずら石取れんのかな。繋がってんだ。どこ、危ねえ。後で出てきてたら、そうっす。あの、用途側の取り組みとかで出てくる、その、これが結構止められますよね。うっす。あの、じゃあ、本当はもっと。もっと近かったと思います。あれ、今、ビードリが見えてるところまで、あの船が近づいてきてたんです。この台風で射程距離と同じになります。すごいですね。まだそこら辺に行ってるのか、分かんなかったです。船割り届くんですかね、向こうの。届きますね。届くと思います。あんまり艦船ってこう、なんか押されたんで。はい。艦船って沈められた感じしないですもんね。そうです。あ、ごめんなさい。これはあの海軍があの巡洋艦、あの普通の形の巡洋艦の手法をそのまま持ってきたと思います。へえ、水平砲台といって、このまま水平で撃ち抜いてる。で、ここです、問題が。ここなんですけども、これがあのアメリカの AV 用戦車、シャーマン戦車が撃ち抜いた場所になってます。ちょっとライトはついてきたんですけど、方針から見ていただけると、その貫かれてるのがよく見えるんです。へぇー、ライトあり、あ、すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと覗いてみてください。あ、本当だ、いや、あ、見えた見えた。あ、方針が貫通してる。貫通してる。なぜこれだけ残されたというのが、アメリカ軍がこれだけの威力で貫いたんですけど、残すためにこれわざと置かれたのかもしれないですけど、そこら辺は分かります。見えない。あとは全部あの鉄の袋のために持ち去られてます。そこら辺がそうだね。玉の山、危ねえこれ。崖だね。あ、どうぞ。こっちが向いてると思うんですけど、最高の威力でこっちまでやられた。
戦車って横から撃ったの？ここまで登ってきた。そうです、ここまで登ってきた。ここまで登ってきた。トーチカって言って、こう、性別でこう、バシカ系のこう囲いをしてあったと思うんですが。で、あの大砲も、もう一つあの、あれ、関木岩って言うんですけど、あれよりも、あっちの芝の方を抜けてあったと思うんですけど。ですが、あの戦車に貫かれて、そのままずれずれとあっちの方に抜けられたと思う。角度変えられないですか、大砲？あ、水平砲台もそのまま設置だったの。船からそのまま持ってきたよ。じゃあ1点しか狙えないんだ。そうですね。上しか、上しか。そうですね。もう一枚あるかな。あ、それはあの、アグリカグリです。あと、もっと違う場所にあったと思います。はい。12センチ砲か。12センチ砲が4個にある。で、柔道を使う方が、反対側で。そうですね、ここがズリズリと。ここはもうちょっとあったと思うんですよ。ここ、あの意外とは雨風もちょっと低くなったから、こちらまで往復してるのもうちょっとエリアあったと思うんですね。そうですね、まあ、工事中か鹿島建設の業者が島に入っていろんな施設の工事してますので、で沖に見えるあの島が監獄岩と申しまして、はい、昔島民戦前島民の方が悪いことをした時にあそこに島流しになったという話があります。で、あのこの辺の砂地も一体、何年か前までは、水が、まあ、海水が入ってたんですけど、今隆起して、うん、あの緑のとこ、はい、にまで地続きになったという状況であります。